Bonjour à tous sur la chaîne du coach de français. Konnichiwa, France Go no Coach desu. 今日の動画はちょっと話をする感じで、そのフランス語の書くことについて話したいと思いますね。まあ、まずフランス語の書き方はすごく難しいだと、まあ、ちょっとフランス語勉強したことあるなら、フランス語の綴りすごく難しいものだと気づいたと思いますが、まあ、なぜ難しいものか、まず発音しない字も多いですね。まあ、この前動画を、それについて動画をしたので、作ったので、ぜひ見てください。または、同じ音で可能な発音たくさんあります。そこも、音を聞こえたらどれにするか判断しにくくなりますね。なので、正しい綴りを書くのが結構難しいです。まあ、フランス語を勉強する外国の方にとってももちろん当然難しいですが、フランス人のネイティブスピーカーにとっても結構引っかかるところですね。周りには完璧にフランス語が書ける人はなかなかいないんです。ですが、なぜその書き方がすごく重要か、まあ、特に発音しない最後の字はどれにあったら、まずあるかどうかを知っとかないといけないし、あったらどれの字発音しないか知っとかないとダメですね。なぜダメか、もしその最後の字、発音しない最後の字をわからなかったら、正しくリエゾンができないんですよ。そこが結構大きい問題ですね。それももちろん自分も発音正しくできなくなるし、聞き取りにも頭の中には綴りがイメージできてないと、言葉はどこからどこまでの判断がつかなくなりますね。なので綴りをできるだけ覚えた方がいいと思います。よく聞かれるのは、生徒さんになぜそんなに難しい綴りがたくさんあるか。それは、まあ、歴史的な理由があるんですよ。昔、印刷とかがなかった時期、まあ、まずフランス語の綴り全部決まってなかったんですね。つまり、同じ言葉でいっぱい可能な綴りが存在してたわけで、まあ、今その同じ言葉でいろんな綴りが可能な、残ってる、まだあるのは、例えば、クレという言葉ですね。クレ、その CLE アクセント aigu、または CLEF で書くこともできますね。当時、コピー機とか印刷とかまだなかった時期もちろん。ですから、手書きで本を写してたわけですね。手書きで本を写してた人がいたわけで、その人の給料なんですね。量、分量、書いた量 によって給料が変わってたわけですね。もちろん、いっぱい書いた方がいっぱい給料をもらってたわけです。なので、まだその単語の綴りちゃんと決まってなかった時期なので、その人たち、無理やり発音しない字を増やしてたわけです。ひどいでしょう。で、まあ、時間が経って、あとは、まあ、綴りをどれにするかを、が決まったんですけど、その時までに、いっぱい、一つの単語で、可能な綴り10個とか15個とかあるのがおかしくないぐらいあったんですよ。で、まあ、そういうことがあったから、フランス語で発音しない字がすごい増えたわけです。で、今はみんなフランス人もフランス語を勉強している外国の方もすごい苦労してますね。あとはその書くのが手書きですね。もちろんパソコンでキーボードで写すのがあまり効果がないんですけど、手書きがすごく大事です。なぜ大事か、まあ、多分
日本語を勉強してた時、小さい時、みんな漢字を覚えようとしたらいっぱい書かされたじゃないですか。同じ字何回も何十回も何百回も書かされたわけですかね。やっぱり手書きしないとなかなか綴り覚えられにくいですね。書くだけですごい脳が動くわけですね。脳がどんどん覚えていくということですね。で、その綴りをちゃんと覚えてたら発音もすごいフランス語は関係してるわけですね。まあ、さっき話してたのはリエゾンもちろんもありますし、フランス語はまあドイツ語とか英語とかもそうなんですけど、アルファベットを使った言語なんです。で、アルファベットのを見て読むことができるわけです。アルファベット自体は発音を表すものですね。読み方を表すものです。なので綴りを覚えた方がもちろん正しい発音もできやすくなります。ですから、喋るとき、まあ、ほとんどのフランス人が頭の中に綴りのイメージをしているわけです。それもできるまでに綴りを覚えた方がいいです。で、綴り、どうやって覚えたらいいか、まあ、さっき言ってたのは手書きが一番ですね。ですから、私のおすすめは、まずフランス語のレベルが、まあ、そんなに高くない場合は、まあ、初心者とか入門者、初心者特に、本当に例えば教科書に書かれているものをこのまま写してください。見て写す。見て写す。このまま何回も同じ文章を何回も書いてもいいと思います。例えば毎日5分ぐらいで、文章を2つ3つぐらい写してみてください、ノートに。そして写しながら発音も考えてください。どうやって読むか考えた方がそれですごい役に立つと思いますね。で、最初はまああんまり上達を気づかないと思いますが、2週間1ヶ月2ヶ月経ったら突然、あ、この言葉もう覚えてるんですってなると思います。もしレベルがもうちょっと高ければ、作文がすごくいい練習です。作文をするのが、まあ、残念ながら教科書には作文の練習そんなに出てこないですけど、作文をするのがすごくおすすめな練習ですね。作文するとき、まあ、まず、綴りを覚えてるかどうかチェックできますし、で、自分が、ですから、まあ、チェックできますから、もし綴り分からなかったら自分から調べないといけないですね、辞書とかで。そして、まあ、作文は、まあ、自分がどれぐらい表現ができるかどうかすごい簡単にチェックできる練習になります。で、やっぱり書くときは考える時間があるじゃないですか。ですから多分喋って表現できるものより書いて表現できることが多いと思いますね。ですから書いて表現できなかったら喋って表現できるわけではないですね。もちろん、つまり書く表現をレベルアップしたら喋る表現もレベルアップしていくわけです。こうなりますね。書く表現のレベル、喋る表現のレベル。逆はそんなにないですね、フランス語の場合。日本語は漢字がの問題がありますから、日本語は逆の場合もありますが、フランス語は逆はなかなか考えにくいです。またはもう一つのいい練習は、書き取りの練習することも重要ですね。まあ、書き取りは、
例えば、フランスの小学校2年生からやる練習ですね。2年生から中学校の終わりまで、フランス人の子供たちは毎週ですよ。毎週1回ぐらい書き取りの練習するんですよ。それでも、何年間それを続けて、それでも、完璧な書き方にもならないですね。まだ悩むとき、綴りの悩みがまだいっぱい出てますね。もちろん、完璧に綴りを覚えるのがなかなか難しいと思いますが、ですから、まず、綴りの間違いとかは、恥ずかしいことではないと思ってほしいですね。特に最近、フランス人はすごいひどい綴りの間違いをやってるので 自分が綴り間違えたら恥ずかしいことではないと考えてほしいですね。ですが、難しいから諦めるじゃなくて よく使う言葉はせめてできるだけ綴りを覚えた方がいいと思いますね。書きましょう、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 書きましょう。毎日ちょっと写して、できればちょっと中級レベルとか、フランス語の中級レベルの方、上級レベルの方、ちょっと作文とかを書いてみて、日記とかも書いてもいいと思いますし、もちろん周りに、フランス語のレッスンを受ける方だったら、先生に見てもらって、先生をその作文をちょっと間違ったところをチェックしてもらって、先生がいなければ、もしフランス人の知り合いがいたら、この作文をちょっと見てもらえませんかと お願いした方が多分上達が早いと思いますね。ですが、今の社会は、パソコンとかスマホの社会になってるので、書く機会が残念ながら減ってきてて、パソコンがあるから書けなくていいと思ったらあまり良くないと思いますね。やっぱり手書きが勉強するとき、すごく大事だと思います。本当に書くためだけじゃなくて、喋るためと考えたらいいです。ですから、そういう考え方もよく見ますね。フランス語喋りたいから書くのがどうでもいいと。それも、フランス語はそういうことはうまくいくわけではないですね。書くのも喋るのもすごい強くつながってますね。綴りで読み方が決まる。綴りでリエゾンが決まる。その綴りを知らなかったら、なかなか伸びるのが難しくなりますね。なので、書くのを頑張ってください。今日の動画は以上です。いかがでしたか？また質問とかがあったら、下にコメントを気楽に残してください。また、オンラインレッスンもやってるので、オンラインレッスンも、下にリンクが貼ってるので、ホームページのリンクが貼ってるので、そこにアクセスして、気楽にお問い合わせください。お待ちしております。今日の動画を見ていただいてありがとうございました。フランス語のコーチでした。Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était le coach de français.